ライスオンミー、お腹じゃなく。どうもダメダムさん、二村です。どうも、ハイコボヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい、私ですね、はい、去年から、ストリートファイター6、通称スト6という格闘ゲームにハマっておりまして、実は先日、大きなビッグイベント大会に出場してきたんですよ。もう3回目ですかね。そうですね、通算3回目の大会出場になります。あのエボジャパンという、まあ、これ年1回日本で開催されてる、格ゲーの祭典と呼ばれてる、なるほど、超大規模大会なんです。はいはいはい。っていうのはもう7つのゲームタイトルの、格ゲーをですね、同時にそこで開催しまして、3日間かけて優勝者を決めるというやつで、だいぶ大掛かりなね。そう、でこの大会に出るためにもう世界中から格ゲーファン、格ゲープロが日本に集結する。でもちろん日本国内でも北海道から沖縄まで、このエボジャパンだけは出たいって言って、わざわざ東京まで来てみんな参加するんですよ。もう本当になんかワールドカップみたいなね。そう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 。もう言ったらね、東京マラソンみたいな感じですかね。もう本当にこうガチプロ勢もいれば、カジュアルな格ゲーファン、格ゲーオタクたちも来る。で、ここで上位入賞すると、賞金1億円の大会への出場権も得られたりする。なるほどね。まあ、東京マラソンもね、上位入賞するとオリンピック確定したりするじゃないですか。まあああいう感じで非常に権威もある、そして参加人数も莫大な大会があるんですよ。どれぐらい参加されてるんですか？これがね、今回は7000人、7000人参加。はあ。で、スト6は今回の目玉タイトルなので、5000人参加です。すごいね。はい。ほう。私、今回、それに出場してまいりましたので、はいはい、まあ、この笑いあり、涙あり、感動ありの、珍道中を、ちょっとお話しさせてもらってもいいですか？珍道中に感動あります？あるあるある。そう。泣けるし、もう感動もするし、はい。うん。大会体験記を、そう。語っていただけると。そういうことでございます。一番最初に出た大会が散々だったわけですよね。そうなんです。思い出させないでくれ。思い出させないでくれ。引退を決めるぐらい。そう。まあ、練習に練習を重ねて、ゲーム内の最高ランクまで到達し、いよいよ腕試しだと、大会に俺も出るぞっつって出たら、ボタン設定をミスって、どのボタンを押しても違う技が出てしまうという。どんな技が出ちゃうんですか？スパイラルハローっつって。体ごと投げ出す隙だらけの大技。スパイラルハローって言って。連発してる。連発する、スト6初めて2日目のやつがやるプレイ。ド素人プレイを連発して、対戦相手の頭にハテナマーク浮かんでたわ。こいつ、初めて2日目で大会来たんかみたいな顔してたわ。これがデビュー戦。デビュー戦。2回目は結構前戦したんだよね。2回目もね、結構前戦しましたね。ようやく自分の力が出せたっていう感じ。はいはいはい、緊張こそあったもん。で、3回目、これで今回一番まあ、大会の規模としても一番大きい。一番大きいです。前回大会が500人参加で、まあ、それでもかなり大規模な大会なんですけれども、はいはいはい、今回5000人ですから。5000人はすごいわ。しかも海外からゾロゾロ来てる。すごいね。結果から言いましょう。はいはいはい。今回私、エボジャパンの成績、5勝2敗でございます。よ、大健闘じゃないですか。総合順位、5000人中、はい、769位、ほう、ございます。よ、ちょっとすごいんじゃないの？ 769 位、ドドン。違う、あなたがそんなにこう、自画自賛しちゃダメなんだよ。俺がそれは言うから。5000人中の、腕に覚えのあるものばかり、猛者ばかりの中で、
しかも世界中から選手が集結してる中で5000人中769位ドドン。うるせえうるせえ。まあでも半分も切るどころか、うん、もう1000切ったわけだ。そういうことでございます。はあ、まあね、十分すごい成績で、まあ、うん、バラエティ番組としてはね、うん、なんか中途半端な成績。シャカシャシャカシャ。いっそのことそれなら最下位の方が面白かったんじゃないかっていう説はね。手放しで褒めないよね、あなたね。1位か最下位かじゃないのとは思うんですけど。何か文句をつけないと気が済まないんだろうね。いやでも、すごいすごい。700ないっていうのね。うん、まあ、ただこれも言っておかなければならないなと思います。うん、はい、私先ほど、5勝2敗でしたと言いました。はいはい、5勝のうち、3勝は、不戦勝です。どういうこと？ラッキーウィンです。英語にすると、すごい、軽いね。5勝のうち3勝が不戦勝という。相手が何？いなくなっちゃったってこと？対戦相手が現れなかったと。まあ、ままあることらしいんです、英語ジャパンでは。はいはいはい。まあ、それこそ先ほども言いました、海外から来るから、うん、その試合開始時刻までに、現地まで来れないっていう海外プレイヤーとかもいるんです。はい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 、実際僕が初戦で当たる予定だった相手の方は韓国の方だったんですけど、うんうん、試合開始時刻になっても現れなくて、うん、で一勝もらってしまったと。なるほど、うん。すごいね、3勝も、そう。不戦勝で。そう。だから不戦勝自体は珍しくないんだけど、5勝のうち3勝も不戦勝もらうやつなかなか多分いない。すごい勝ち運だね。勝ち、豪運ですよ、もう。もう俺は、天に愛されてると思ったね。逆にね、うん、もうね。そう、逆に、格ゲー神から愛されてるから、もう、恥じることない、誇っていいとすら思った。うん。それはそうだよな。5勝のうち3勝、じゃあお前大したことねえじゃん、じゃない。むしろ格ゲー神に愛されてる、これ。すごいよ、うん、3試合不戦勝は聞かないもん。すごいよね、いろんな大会において。うんうんうん。でもね、今回はまあ結果的にはこの5勝のうち3勝は不戦勝でしたけれども、うん、はい、まあ、ちょっとトーナメント表を見ていただきましょうか。はいはいはい、うん、ウィナーズトーナメントとルーザーズトーナメントっていうのがあるんです、うんうん、はい、左の画像をご覧ください、うん、これ、上にあるのがまずウィナーズトーナメントで、うんうんうん、最初はみんなこっちから始まるんですよ、はいはいはい、でそこで、負けると下段のルーザーズトーナメントっていうのに組み込まれて、でこっちで、敗者復活戦、負けた者同士で勝ち上がっていく、うんうんうん、でここで、トップになると、うん、またね、次の段階に2回戦に進めるようになってるんですね。はいはい、まだいっぱいは許されるシステムに、そう、大会のね、システム上なってるということですね。そういうことでございます。うんうんうん、だから私、5勝中3勝は、確かに不戦勝ではございますが、うん、ちゃんとルーザーズの後半で、勝ち上がったもんをちゃんと倒して、2回戦進出してますから、そんなにね、ダメじゃないんだよ、俺。侮ってもらっちゃ困るんだわ。何の声が聞こえたんだよ。いやいや、今またリスナーがさ、なんかイチャモンつけるコメント今書いてるからさ。書いてないんだよ。俺には見えるんだよ。聞きながら、よーし、またホイップ坊やをバカにしてやろうって言って、腕ブンブン振り回しながらコメント書いてるやついるんだって。被害妄想が強すぎる。そんなことねえから、俺ちゃんと勝つとこ勝ってっから。早く珍道中聞かせろよ。分かったから。まあそういう感じでした、結果的には言うとね。なるほど、結果を先にねお伝えすると、うん、でもね、俺今回の大会にかける意気込みは本当にすごかったね。なるほど。うん。おう、1週間前から禁欲してたから、うん。自主練、つまり、マスターベーションを一切1週間前から立つことにしてた。なるほど。あ、そうですか。なんでかっていうと、はい、俺ね、やっぱね、マスターベーション自主練をすると、うんうん、こう、闘争心、はい、オスとしての、うん、そういうのがね、はいはいはい、なくなっていく気がするんだよ。まあ、格闘家の方は実際そうって言いますよね。そう。試合前は、ね。しないって言うよね。するってね、うん。うん。テストステロン値多分下がるんだよ。そうすると、集中力であったり、はい、闘争心負けてたまるか、みたいなものが、
ちょっとそぎ落とされていってしまう感じがあるから、もう一週間前から一切、はい、もう自分の陰部には手を触れなかったね。なるほどね。うん、もうストイックゆえにね。そう。うん、しかも、はい、食事も、うん、低脂質高タンパクのものに、バッサリ切り替えて。おう。で、俺ラーメン好きです。お蕎麦好きです、はいはい。そういうのも一切食べない。真摯に向き合ってるね。そう。で、満腹まで食べない。アンダーカロリーを維持する。なぜなら、満たされてしまうと、やっぱね、闘争心なくなるんですよ。ごめんごめん。あなたは何？今回ガチ勢で参加してるの？俺は、世界タイトルマッチのつもりで参加してるから、ガチ勢です。立ち位置がよくわからんよ。うん。なんか、こういう大会、大きい大会に出れるんだ、楽しみ、じゃないんだ。遠足気分じゃないんだ。うん、遠足気分じゃねえんだって。遊びじゃねえんだって。関ヶ原なんだって、俺には。なるほど。でも、もう、試合に向けて、一週間そんな生活を続け。うん、はい。はい、で、まあ、もちろん毎日練習します。うん、腱鞘炎になった時もありました。ほう。もうこれでコントローラー握れない、はい、そんな時は事前にね、対戦相手の情報っていうのを調べることができるんですよ。へー。トーナメント表出てるから、うんうん、1回戦この相手と当たるな、うん、2回戦はおそらくこの相手と当たるだろうなというのがわかるから、ゲーム内でプレイヤー名を検索すると、はいはい、その情報が出てくるんですよ。へー。それはまあ情報公開されてるっていうことなんだ。そう。で、試合のリプレイまで見れるんですよ。わ、それはなんか本当に聞くと e スポーツだね。やっぱちゃんとこう、スポーツとして今認められてる要素だね。うん、だから情報公開して、まあ、データ分析っていうところも、そう。しっかりやらなきゃいけないってことなんだ。そういうことでございます。2回戦、この人と当たりそうだな。この人のキャラクターこれか。で、試合見てみます。あ、こういう癖持ってんだな。じゃあ俺こう対応しようとか。そうか、じゃあもうぶっつけでいきなり相手と戦って、うん、自分の武器を出し切るみたいなことでもないわけね。東城ですわ、そんな戦い方してんの。戦いの9割は準備段取りです。なるほど。いやいやいや、そうですね。それは知らなかった。そんな相手のね、過去の試合を実際に見れたり、うん、そしてそこでデータ分析をするっていうのは、面白い話だね。三村さん、そんなんだと、うん、戦場行って、すぐ織田仏ですよ。そうですね。もう、対戦会場でコントローラー握った瞬間に、勝負は9割ついてんですわ。なるほど。うん、それぐらいやっぱりしっかりした準備が必要であると。そう。ほう。もうそしてもう一週間ストイックな生活続けて、うん、はい、試合前日ですよ。うん、ここで、俺の弱さ出ちゃう。うん、プレッシャーにより、一睡もできず。弱い。なんなの仕上げて、いよいよ試合前日、練習もほどほどにしておきます。手首痛くなっちゃうから。よし、今日は早めにぐっすり寝るんだと。やっぱ睡眠時間大事ですから。はい、大事。それはもう何でもそうですよ。夜10時に布団入りました。うん、そっから朝6時まで一睡もできず。布団の中で寝返りを打つこと200回。ああ、寝れねえつって。それやっぱり緊張なの、大会に対する。緊張。本気ゆえの。その一週間かけて準備したことが、台無しになっちゃうよ、それ。そうだよ。もう、やっぱメンタルケアみたいなさ、うん、メンタルトレーニングをもっと取り入れなきゃいけないってことよ、あなた。いや、もうこれはもう生来の心の弱さだと思うよ。だこの間もさ、ネット番組、はいはいはい、もう憧れのネット大スターと共演する機会があったって言ったじゃないですか。うんね、あの時も、一睡もできなかった。そうでした。同じように俺今回も一睡もできなかったし、食欲も全くなくなってしまって。コンディション最悪になっちゃうじゃん、前日の夕方から、物が喉通んなくなっちゃって、全く食欲なくなって。これ、何なんだよ。当日、もう24時間ぐらい一切口に物入れないで参加してんだよ。でも朝6時まで寝れなくて、はぁ、あ、もうこんな状態で行かなきゃいけないの最悪だよつって言って。でもフラフラになりながら電車乗ってさ、はいはい、足は途中でつるわ。
栄養不足で。ああ、なるほど。もうボロボロの状態で。ねえみーと思いながら。心が弱いね。心弱いんだよ。で、まあ、なんとか方法の体で、いざ会場到着しました。はいはい。場所が東京の有明っていう、まあ、埋め立て地エリアで、結構こう大規模施設とかあるような、だだっ広いね、場所なんですよ。そこにでっかい展示場があって、そこが会場になってるわけ。で、電車降りた瞬間びっくりですわ。やっぱ噂通り、海外からの人がむちゃくちゃいんのよ。観光地でもないのに。もうみんなそのエボジャパンの目当てにということなんだね。駅降りた瞬間外国人だらけ。うわ、マジか。へーって。でも、行きすがら、あの、有名プロもいて、海外の。もうわかる人がいるんだ。そう。もう顔知ってる。うわ、あの人だっていう人もいたりさ、なんかでもそういう光景見るとやっぱちょっとこう武者震いじゃないけど、まあ自分はエボジャパンに来たみたいな、ね、ちょっとこう気持ちの切り替わりになるんじゃないですか。そうだね、でだんだん俺もテンション上がってきて、もうそれまではもう眠いし、なんかお腹気持ち悪いし、足つるわで散々だったけど、だんだん集中力が増してきて、やっぱあのストイック生活の効果出てる。なるほどね。そこに来て打って変わって出てくるわけだ。格闘家も減量によって研ぎ澄まされるってあるじゃん。はいはい。マジなんだよね。くわー集中力上がってきた。はい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 。で、いざ会場着きました。まあ、会場の様子、ちょっと写真で見てもらいましょう。こんな感じでございます。はい、うわ、すごい。はい。へー。な、日本じゃないみたいだね。そうだね。で、おそらく、まあ、今回参加者7000人いますし、ここにプラス観客もいますから、観戦だけの人もね、多分8000人か9000人ぐらいいたんじゃないですかね。すごい。これは本当に一大イベントだわ。この規模感。ちょっとね、混みすぎてて気分悪くなるぐらいでしたね。で、このだだっ広い会場に、まあ、このような画像、各プール、グループのことプールって言うんですけれども、プールごとにこう島が作られていて、そこに、まあ、今回の、ゲーム筐体、プレイステーションで、まあ、ストリートファイター6のこう準備がされている。10台ぐらいずらーっと並べられてるわけですね。ここがだから対戦場になるわけだよね。そう。で、ここにみんな集合するわけです。やっぱりなんかこう、いつもとは違う空気感、やっぱね、周りの人は当然試合見るだろうから、人の目にもさらされるっていう意味でも、やっぱ緊張するな。緊張はね、これはしますね。だから、まあ、今回、まあ、かなり格上の相手と戦ったんですけど、僕ね、結構いい勝負してるんですよ。それなんでかっていうと、どうやら僕よりはるかに格上の方々、全然普段通りの力出せてないんですね。なるほどね。で、俺は高校野球ぐらいのレベルだとしたら、相手プロ野球ぐらいの力あんのに、高校野球と大学野球ぐらいの差になってて、俺結構あと一歩で勝てそうだった。へー。あ、じゃあまあジャイアントキリングが、もしかしたらということだったんだ。そう。で、向こうはこんぐらいの大規模オフラインイベントで緊張しているけれども、かたや俺は、一週間禁欲生活して、集中力ビンビンに高めてるから、俺ね、落ち着き方半端じゃなかったね。あ、そう。ほう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 。だから、結構いい成績になれたって。なるほど。なんかちょっとやっぱ、だから過去2回よりは、なんか非常にこう気持ちも落ち着いてるし、そうだね。若干のそのメンタルによるコンディション不良はあれど、比較的いい状態で大会に入れたわけだ。そうなんです。ただですね、ここで大いに初戦でつまずくんですわ。こんなにいい感じだったのに。そう、集中力がビンビンに高まってきてて、はい、あ、なんか今日俺いけそうな気がする。はい、そんな匂いを自分に感じながら、この会場に到着しますよね、で、自分のグループ集合場所に行って点呼あります、で、一戦目の相手は韓国の方だったんですけれども、会場に到着することができずに不戦勝になりました、そして、二戦目、いよいよ本当の僕の初戦です、なるほど。いざ戦うってなった時に、とんでもないミスを犯すんです俺が。ほう。今回、プレイステーションでの対戦になるんですけれども、僕普段、パソコンでこのスト6をプレイしてるんですよ。で、まあ、各ゲーマーみんな自前のコントローラーを持参してきているんですけれども、僕が持ってきたコントローラー、
プレステで使えないやつです。違法コントローラーだ。いや、違法コントローラーというわけではない。ほう。普段俺はパソコンでプレイしてるわけさ。はいはい、パソコンでは使えるコントローラーだったんだけど、おうおうおう、プレステでは使えないコントローラーだったみたいで。おうおうおう、じゃあホイップ坊や選手、何々選手、この台で対戦開始してくださいって、はいはい、あ、よろしくお願いしますって言って、うんうん、まあ、自分の持ってきたコントローラーをプレイステーションに挿すじゃないですか。うんうん、はいはい、ボタン一切反応しないっす。あれってなるね。あれあれってなって。一回抜いて、もう一回刺してみる。やっぱり何にもならない。おうおう、その瞬間、脇汗、ブワーって出てきて。よく出るな、脇汗が。脇汗、ブシャーって出てきて。脇汗スプラッシュマウンテン。脇汗スプラッシュマウンテン出てきて。で、俺何回も抜き差ししてんのよ。嘘だと言ってくれ。こんなのは現実で夢であってほしい。何回も。接触不良だろ、なあ、そうだろ、プレステつって言いながら、違う USB の穴に入れたりなんたりしながら、はいはい、俺が4回ぐらいそれ繰り返してた時でしょうかね。さすがに対戦相手の方も、そのコントローラー、プレステで使えないやつじゃないですか。それはホイップさんは分かってないんだもんね。俺分かってなかった。おうおう、でもその瞬間にブワッと記憶がフラッシュバックしたのよ、うんうん、今回の大会はプレステ5を使うから、うん、みんなコントローラー対応してるから気をつけてねってアナウンスがね。あるわけね。もう一応あったのよ。おうおうおう、でもプレステ5ってさ、うん、最新ハードだから、まあまあね、何でも使えるだろうって俺思ってたのよ。ほうほう、だって一番新しいプレステ5はどんなコントローラーでも使えるだろうって思ってもいいじゃん。いやいや、そんなことねえだろ。だから絶対使えるわ、使えないなんてことないわって。はいはいはい、そんな特殊なやつじゃないでしょ。じゃあ下調べをせず、うん、もうその高をくくって、そう、何もしてなかったんだ、うん、でまさかの、うん、動かない。対戦相手からそれ対応してないんじゃないですか、結構プレステ5って互換性ないんで、おうおうおう、多分それ対応してないやつですよ。おうおうおう、そうなんですか、ああつって言ったら、対戦相手の方が、プレステの純正コントローラー、うん、そこにあるやつ貸し出し用のやつですから、うん、それでやったらどうですか、うん、って言われて、うんうん、はい、そうしますまあ、それでやることになったけど、はい、じゃあいきなりまさかの試合前に使ったことない純正コントローラー、うん、そう完全に終わったと思って、まあ、あなたが悪いんだよ。まあ、俺が悪い。俺が悪いけどさ。もうでもさ、繊細なコントロールが必要だから、うん、もう絶対無理なんよ。なるほど。うわぁ、終わったわ。もうこの貸し出し純正コントローラーでやるしかないかって思って、うん、まあ、貸し出し純正コントローラープレステに刺すのよ。うん、刺したはいいものの、うん、俺さ、プレステのコントローラー使ったことないから、うん、セッティング方法わかんなくて、はいはいはい、でそれも対戦相手の方に教えてもらって、ホームボタンを押すと接続が完了するんですよ。ホームボタン、どれですか、すいません。ごめんなさい、俺、プレステ1しか使ったことなくて、って言ってた。せっかくの大会なのに、初心者講座みたいになってる。そう。ゲーム初めて触った人みたいな感じになってるの。おうおう、すいませんって言って、もうそこも大いにもたついた結果、はいはいはい、いよいよ試合開始ってなったんだけど、うん、でもね、俺やっぱ集中力出てたんか、結果、この対戦相手、はいはい、フルラウンドまでもつれ込んで、前戦するんですよ。うんうん、まあ、ギリギリ負けたんですけど。ほうほう、負けちゃったけど、うんうん、対戦相手のこと、強いですね。へー、どのぐらいのランクでやってんすか、おうおう、あ、そうなんですか、僕何々ですよランク、うんうんうん、結構触るのに、いや、すごい強かったです、へー、うん、なるほどね、まあ、意味のあるなんかこう敗戦というか、そうだね、おうおうおう、うん、まあ、あとは相手が油断したのもあったのかもしれない。番外作戦の。そう。まず、使えないコントローラー持ってくるわ。貸し出し用のコントローラーも接続方法わからないわ。脇汗びしょびしょだわ。脇汗びしょびしょだわ。テンパりまくってるわ。あ、こ
こいつど素人だなって思って油断してくれたのかもしれない、ね、それはちょっとあるのかもね、本当にね。で、まあ結果的にそこでは負けて、僕はルーザーズ入りをしてしまうことになる。でも、いけるって思ったね。俺、貸し出しコントローラーでも。そのなんかメンタルは今までないよね。負けて悔しいとか終わりだじゃなくて、意外と動ける。なるほど。ミスもほとんどなかった。ちょっと手応えがあったわけだ。そう。ほう。でこっから俺の快進撃が始まるわけですわ。ほう。ちょっと次回。なるほど。それまたお話しさせていただきたい。じゃあこれは続くということで、はい、じゃあ皆さんこの後の続編をまた次回、はい、ぜひ聞いてください。以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。ここからは「ラララ」